石巻市の河北常盆山牧場には、地元の畜産農家9軒が育てている黒毛和種のメス29頭がトラックで運び込まれました。この牧場では、毎年この時期からおよそ5ヶ月間、畜産農家の繁殖牛を預かっています。去年は常盆山の頂上に広がる牧場に水を運ぶ給水管が老朽化で漏水しているのが見つかり、放牧は中止されました。ようやくこの春修繕が終わり、2年ぶりの放牧となりました。一番大切なのが餌よりも何よりも水ですね。健康上、それから牛の、まあ、なんていうんだかな、摂取面みたいなことは最いいと思います。牛は自然の環境の中に放牧して、のびのびと運動することにより、その後の安定出産が期待できるということです。放牧期間は10月25日までとなっています。